南海トラフ地震臨時情報の発表から1週間が経ち、巨大地震への注意の呼びかけが、先ほど午後5時に終了しましまた。初めての臨時情報の発表に、多くの県民は冷静に対応しましたが、備えの不足など、課題も見えました。特別な注意の呼びかけについては、先ほど17時をもって終了いたしました。 先週8日、宮崎県の日向灘を震源とする最大震度6弱の地震を受けて出された南海トラフ地震臨時情報。巨大地震注意が発表され、この1週間防災対応が呼びかけられてきました。気象庁によりますと、地震後、プレートの状態の変化を示すような通常とは異なる地殻変動は観測されず、 想定震源域での地震活動は徐々に減っていきましたこうしたことから国は今日午後5時で特別な防災対応を終了しました鈴木知事も先ほど会見を開きました臨時情報は終了しましたが大規模地震発生の可能性がなくなったわけではありません皆様には今後もいつ地震が発生しても対応できるよう 準備ををしつつ、平常どおりりの生活をお送いいただければと思います。鈴木知事は、家庭での7日間の水、食料、携帯トイレといった備蓄については、消費期限内に使いながら備蓄量を維持することを呼びかけました。